こんにちは、速稼塾の久保です。今日もですね、みんなの銀行についてちょっとお話していこうかと思います。自力で稼いだことがない方とか、継続して稼いだ経験がまだね乏しい方には、今回のこのみんなの銀行っていうのはとってもいい稼ぎ方だと思います。いわゆるスモールビジネスの第一歩になると思うんですよね。やり方は非常に簡単で、ちょっと画面切り替えましょうか。はい、まずね、スマホアプリにこのみんなの銀行っていうのがありますので、まあダウンロードしていただいてね。で、アプリがスマホの中に入りましたら、そのプロフィールを打つところがあるんですよ。その際ちょっと免許証を1枚用意しておいてください。で、そのプロフィールを打つところにお名前とかいろいろ打つんですけども、その中にね、紹介コードってのが今見えてると思いますけども、これを入力してください。これ私の紹介コードなんですけども、この紹介コードを入れることによって、私に1000円が入るのはまあもっともなんですけども、あなたにもね1000円が入るんですよ。これは悪い話じゃないと思うんですよね。まあ私に1000円が入るのが気に食わないって方は、ぜひね、紹介コードを、まあ、どっかで探して、お知り合いのでもいいですからもらって、まずはあなたがこのスマホアプリの1000円をゲットしてみてください。それが稼ぎの第一歩になると思います。じゃあ次の段階、第2歩はどうすればいいのってことですけども、非常に単純です。今回1000円もらったら、今度はね、ご自身の紹介コードが用意されてますので、プロフィール欄などからね確認していただきたいと思います。今度は私が今回やってるのと同じように、動画が撮れる方は同じようにやって、紹介コードだけ切り替えて、そのまんま人にね、どんどん見せる活動をしてみてください。場合によっては私の今回の動画をコピーして、その紹介コードのとこだけね、なんかこうクリッピングして入れ替えていただいても全く結構でございます。で、そうするとですね、あなたの動画とかツイッターとかブログとか何かを見て、まあ口コミでもいいですしね、お茶飲み話しながら、スマホアプリのダウンロードのやり方を教えてあげて、紹介コードをこうやって打つんだよって教えてあげてもいいと思います。そしたら目の前で1000円入るわけですから、まあ反映されるのはね翌日だと思いますけども、損はないと思うんですよ。まあそういうことをしていただくと、今度はね、あなたに紹介した人に1000円、紹介された人に1000円って形で1000円が入っていくってことになります。まあこれね、キャンペーン中なんで、いつ終わるかちょっと分かりませんけども、まだ始まったばかりですから、どんどんやっていただきたいと思います。それでですね、個人で一つのアカウントからいただけるボーナス1000円ですよね。これの上限が300人、つまり30万円ってことになってますんで、まずね、30万円を稼いだことがない方はこれを一生懸命やっていただければいいんじゃないですかね、で、あとは紹介した人が広めていくのか広めていかないのかは分かりませんけども、とりあえずね、10件紹介すれば1万円ってことで、1日に10人紹介するのはね、やっぱりなかなかの暇な人じゃないと難しいと思いますけども、それでもね、最初の1週間ぐらいは結構名前が目に浮かぶんじゃないですかね。まあ、自分のご家族とかね、友人とか職場の方とか、別にコンビニのね、スタッフさんでもいいと思いますしね。あとね、NHK の方とかが訪問に来られたら、これを教えてあげてもいいと思いますし、まあ、宗教関係の方が訪問で来られても、このようにやってもいいと思いますよ。そういった形でね、とにかく、まあ、あなたのお宅のね、呼び鈴を鳴らす方は全員に紹介する勢いでやっていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、1000円といえどもね、積み重ねれば30万にもなりますし、1億円にもなるわけですよ。まあ、1円に笑うものは1円に泣くって言いますけども、目の前の1000円が稼げない人に、やっぱりね、遠くの1億円っていうのは、まあ、遠くのままでいるんじゃないかなと思います。じゃあ本日は以上です。ありがとうございました。